はい、皆さんこんにちは。今回はね、ジム、ジャブローにチルですねに付属していたジムの改造の続きやっていきたいと思います。前回まででね、こう針金、アルミのね針金でなんとなく軸作りましたんでね、関節ごとに、タミヤのエポキシパテ、速効化タイプですね、これを入れて、成形していきたいと思います。早速ね、エポキシパテね出して いいよ、あ、はい、出てきたねで今回は結構使うのかな、ちょっと使う量がね未だはっきりしてないので、このぐらいにしておきましょうか。まずね、ね、毎回このパテの時言ってますけどね、粘土細工みたいで楽しいんでねこんな感じでいいですかね。いや、では手を水で濡らしてからね手を水で濡らしておかないと手くっつきますんでね、パテがね。いいよ。まあ何ですか、メンソレーターも塗ったりとかね、いろんな方法で皆さん手にくっつかないようにされてますがね、まあ、水が多分一番経済的によろしいんではないかと思います。年取ってくるとこの透明のねやつが見えにくくなってくるんでね、よいしょ、残らないように火をつけてね取りますと。でまあこうやって混ぜてもらえればね、もう季節がね、夏入ってるんですかね、今7月の20日ですけどねこねやすくなってますよね。冬やとこれカッチカチでねなかなか混ざんないですけどね、夏になるとね。でまあちょっとねパテを置くとこをちょっと水で濡らしておいて、よいしょ、はい、混ざったかな。まあちょっとねちゃんと混ぜとかないとね、こういうものは、はい、はい、いいかな。でまあ大体でいいんですけどもね、はいはい、もう関節にねちょこっとこう巻きつけて、こんぐらいですかね、こんぐらいですね。で爪楊枝の先をね濡らしておいて、まずは足首ね入れていきましょう。もう大体イメージできてればね、こんな感じでいいかなぐらいでねいいと思います。で余分な部分をねこう取って、よ、塊に返しといてあげるとね、いい感じになりますいや、まあ基本はこうなんていうんですかね、こう、多めにつけといて、こう後でねこうやってこそぎ落とせばいいと思うんでね、こう最初から量を測ってとかやるとね難しいでしょうからね、はい、足りなければ後でね足せばいいだけなんで、もう本当に粘土細工だと思ってね、気軽にやればいいんじゃないかと思います。改造っていうとね、その改造っていう響きがねなんか難しそうに聞こえますんでね、やってること私とかはねもうやってること大したことやってませんのでね、こんな感じでね、連邦なんでちょっとなんとなく関節の四角にしとけばいいかなぐらいでねこんな感じでやればいいじゃないですかね、はい、でちょっとこう、まあ、もちろんねやってる人は分かるでしょうけど、持っていくとねこれ先よりも膝が上に行ってるんでね、ここら辺をちょっと調整しながらね
ください。速攻なんでしたっけ、速攻化タイプでもそんなに瞬間接着剤みたいなカチンってすぐ固まることじゃないんでね、慌てずにやっていただければいいんじゃないかなと思います。はい、こんな感じで余分なところを取って、で爪楊枝で成形するとね、すごくこう楽なんで、隙間にも入ってきますんでね、爪楊枝を。で平面出すのもこう、わかりますかね、こう転がしてもらったらね、すぐ出ますし、余分なところはこうやって先っちょで取ればね、いい感じになります。まあ、あのパテとか改造色塗ったりとかも見せてくださいとのことでしょうね。今回こんな感じで皆さんにお見せしてますけども、はい、どうですかね、こんな感じで、こんな感じですね。じゃあ太もももやっていきましょうか。これは左足なので、どうしましょうか、ちょっと中に入れ込んでね、やってからしましょうかね。空洞ですんでね、強度アップのためにもちょっと中にね詰め込んでから、絵がこんな感じでしたかね。いや、これ棒立ちですね。左足はまっすぐなんでしょうけど、私のイメージですると、縦をね、こう左手で持って前に出してって思ってるんで、縦を左手で持って前に出してるときは左足も前だと思うんですね。なのでこんな感じでちょっと膝曲げといた方がいいのかなと思います。どこら辺だ、ちょっとこう膝をこんな感じですかね。まあイメージしながらね、パテも最終的にはこんな感じでやっとけばね、でここ曲げてね止めとくと上に行かなくなりますんでね。な感じでやればいいのかなと思います。で、もちろんね、このこうやると膝が足りませんのでね、この辺までちょっと膝にしてみたいなね、思いながらやっていけばいいんじゃないですかね。程度形をね決めてあげないといけないんで、で膝とかこういうところは作業をしやすいというかね、後で切削しやすいんで、ちょっと多めにやっといて、ある程度の形でねやっといて、後で切削すればいいと思います、乾いてからね。こんな感じですかね。
てですんでね、乾くまで柔らかいんで。で、切削しにくいとこだけこんな感じでこうある程度やっといてあげればいいんじゃないかと。はい、まあ、これでじゃあ足を乾燥させておきます。ある程度ね、ちょこっとだけ硬くなってます。で、この乾ききるというか、固まりきる前にね、ポーズの最終確認をねしていこうかなという感じですね。まあ、基本右足を引いて左足を前にっていう感じなんで、こんな感じですかね。で、ここ削ったりとかはね、ちゃんと乾いてから削ったりパテ盛りしたりですね、まあ、また乾いてからしたいと思います。はい、こんな感じですかね。もうちょっとこんな感じですかね。はい、まあまあ、こんな感じでしょうね。今回はね、まあ、ちょっと長くなってますのでね、ここまでとさせていただいて、次回からは、まあ、この先ですね、上半身をやって、上半身のポーズが決まってから股関節の固定ですね、やっていきたいと思います。はい、それでこの動画面白いと思われましたら、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターのフォロー、よろしければね、サブチャンネルの登録などもお願いいたします。それではさようなら。